追分高校放送局の斉藤源太です。今日は私の学校にいる素敵な先輩を紹介します。北海道中高生ニュース。安平町追分地区の高台に立つ追分高校。ここに日本のチャンピオンに輝いたスーパー高校生がいるそうです。野部先輩。はい。野部先輩は社交ダンス2年連続で日本一に輝いたすごい先輩なんです。野部まりもさん、おばあちゃんの影響で始めた社交ダンスの魅力に惹かれ、その実力を磨き上げていきました。社交ダンスの魅力は歩き方や姿勢が綺麗になるのと、いろんな人との関わりが多くなることです。私がエスコートさせていただいてもできるの？左戻す、右戻す、左。あ、間違えた。間違えた。将来の目標は？アマチュア選手で A 級戦を目指して、その後プロになることを目標にして頑張ってます。以上、北海道中高生ニュースでした。